紅茶やコーヒーって言ったらやっぱりここだよね。そうですね、私もここかなって思ってます。どこにいるのかな、マシュラビ。ここかな、それともここ。あれ、二人ともどうしたの。あ、つぐみ、ちょっとウサギを探してて。ウサギ。あの、それはワードラリーのことで立ち話もなんだし、中においでよ。あれ、マシロ、どうしたの。なんか違和感が。気のせいかな。違和感？なんだろう。それより二人はお店の前で何してたの？あ、それはですね。なるほど。それでお店の外にいたんだね。はい。でもマシュラビを見つけられなくて。ここに来たら何かヒントがあると思ったんだけどね。そっか。このまま変わってくヒントを追いかけるだけで本当に答えにたどり着けるのかな。残り時間もあんまりないし、もう最後のキーワード見つからなくてもいいんじゃない。え、キーワードあと一文字なんだよね。じゃあ最後の文字も予想できるんじゃないかな。え、でもそれじゃあちゃんとクリアしたことにならないんじゃ。いいじゃん、それでもクリアはクリアだよ。ねえ、今見つけてるキーワード見せて。残りの文字を考えようよ。そしたらまだまだここでのんびりできるしね。マシロちゃん？ダメです。え？確かに残りの文字を予想はできるかもしれません。でもちゃんと自分で見つけたいんです。せっかくここまで頑張ったから。それにタイさんも言ってくれたじゃないですか。頑張って全部のキーワードを見つけようって。私は弱音を吐いちゃうこともあるかもしれないですけど、でも私が知ってるタイさんはそんなことを言わないんじゃないかなって。だってタイさんは私にいっぱい勇気をくれたんです。夢の話をしたらそれも叶うって言ってくれて。マシロ、ごめんなさい、偉そうなこと言ってだって。どうする、おたえちゃん。ううん、ふんふんふん、合格。え、マシロ、タイさん、どうしてお店の外から。だってタイさんはずっとここに。タイ先輩ならずっと私たちとお話ししてたよ。マシロ、後ろ見て。え？モカさん？どうしてここに？さあ、どうしてでしょう。もしかして今まで話してたのはモカちゃんだったのかもね。そんなことが？いや、シロちゃんのおたえに対する信頼、よーく伝わったよ。お熱いね。信頼？これはその…私も分かっちゃった。二人ならきっと大丈夫だよ。コーヒーを飲んだらお店を出てみて。きっとまたヒントが見つかるから。ありがとうございます。